アレクサンドル・フヨードロビッチ・トレポフは、帝政ロシアの大臣会議議長。1862年に、当時は、ロシア帝国領であったキエフで生まれる。父のヒョードル・トレポフは1月放棄の鎮圧に参加し、後に、サンクトペテルブルク市長となった。また、兄のドミトリー・トレポフは、地の日曜日事件の際に、デモ隊の弾圧を指揮し、民衆から憎悪されていた。 トレポフは管理養成学校パージコープスを卒業後、1889年に内務省に入省し、1899年に国家評議会議長補佐に任命される。1906年に国家評議会議員に選出され、議員内閣制を研究するため西欧に派遣される。1914年には再び国家評議会議員に復帰した。 1915年11月12日に運輸大臣に就任。東部戦線におけるムルマンスクへの輸送手段を改善するため、黄色フ鉄道を付設した。トレポフはグリゴリーラスプーチンの批判者だったため、トレポフの運輸省就任を聞いたらスプーチンは落胆したという。トレポフの墓1916年11月10日には運輸省在任のまま大臣会議議長に内定するが、 アレクサンドラ皇后とラスプーチンが推薦するアレクサンドル・プロトポポフの内務大臣への任命を拒否し、プロトポポフに内省就任を辞退するように求めたが、これは拒まれた。トレポフは、プロトポポフの内省就任自体が首相に就任する必須条件とし、これに対しニコライ二世は要求を受け入れ、11月23日にトレポフを首相に任命した。一方、 アレクサンドラはトレポフを嫌い、プロトポポフが内相に就任できるように夫に働きかけた。これに対し、トレポフは11月27日にスタッフ家に赴き、ニコライ2世に越見し首相辞任を示唆して、牽制したが、ニコライ2世は最終的にプロトポポフを12月7日に内相に任命した。トレポフは、プロトポポフを内相に推薦したラスプーチンを、 買収しようと試みたが失敗している。義理の兄、エーエーモゾロフの協力を得て、ラスプーチンに政治から手を引くならば、大金と屋敷、護衛を送ると持ちかけたが、アレクサンドラに察知され、12月13日に買収を批判する手紙を送られてしまう。この間、ドイツ帝国首相、テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベークからの和平交渉の申し出を拒否する旨をドゥーまで表明した。 12月16日から27日にかけて、ルーマがクリスマスのため開会されるが、27日の閉会日に首相を解任され、ニコライ五立院が公認の首相に就任した。10月革命勃発後にヘルシンキを経由して、フランスへ亡命し、ニースで死去した。ありがとうございます。